これがもっといい香りになるので、今回ちょっと調味料が多いんで、これをちゃんと用意することだけしっかり準備してくれたらいいかな。料理を教える前に教えないといけないことがいろいろあるね。店長こんにちは。こんにちは。ちょっとずつなんですけど、はい、めっちゃ美味しいハヤシライスの作り方教えてください。めっちゃ美味しいハヤシライスの作り方、全然いいけど覚悟はいいかなっていう感じよね。覚悟ですか？覚悟、覚悟なんてないですよ。覚悟がない。簡単なやつがいいです。簡単なやつがいい。まあ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 、でもそうよね。難しいイメージはあるよね。難しいイメージあります。そう、やっぱデミグラスソースっていうソースをまず作って、それを使うんだけど、やっぱそれを作るまでに結構時間がかかるんですよ。それをじゃあできるだけ簡単に教えたいと思います。まあ簡単っていうのは、その家庭にある調味料と市販にデミグラスソースって売ってるのを知ってる？あんま知らない。スーパーにデミグラスソースって売ってるんで、あのその市販のデミグラスソース、ちょっとね味が物足りないところもあるんで、その市販のデミグラスソースと簡単な調味料を使って最高に美味しい、まあレストランで出てくるようなハヤシライスの作り方を今回特別に、やった、教えます。お願いします。はい。で、でいつ作るんですか？いつ作るの？今でしょ。はいはい、ということで、作っていきたいと思います。はい。大さじ1杯のオリーブオイル入れて、まず玉ねぎを炒めていきます。で、玉ねぎは玉ねぎの旨味が結構贅沢な味を出してくるんで、今回は玉ねぎ1個をスライスしたのを使う。今回のレシピはハヤシライス2人前なんで、あの作る機会があれば大切な人に作ってもらいたいなと思います。はい、はい、で今回2人前として玉ねぎを1個、これを、炒めていきます。まあこうやって、まあ、普通に炒めていくけど、ちょっとその飴色じゃないけどしっかり炒めたい。で炒めることで、あのコクが出るんで、レストランで出てくるハヤシライス、まあ店で食べるハヤシライスってまあ食べて美味しいと思うけど、何が美味しいかっていうと、味が結構複雑に絡んでて美味しいっていう表現になるんで、今回で言うとこう玉ねぎをしっかり炒めて、玉ねぎのコクとかまあ旨味みたいなのがソースに入り込むことで美味しくなるんで、まあ実際このあの玉ねぎを炒めるのと牛肉を炒めるだけで今回出来上がるんで、それが再現できるんで、それが再現できるんで、あのまあ料理が苦手なあの人でも皆さんでもできるレシピなんで、ちょっと今回のことでちょっと試してもらいたい。はい。時間で言うと、まあ中火でちょっと時間ちょっとかけてほしいんですけど、ここはね5分から6分、うん、しっかり炒める、しっかり炒める、火加減は中火から強火の間ぐらいでしっかり炒めてほしいと。でちょっとずつこうやって色がついてくる、こういう風にこうやって色がついてくるんで、これが全体的にちゃんと色がつくように温めます。店長、うん、今ハヤシライス作ってもらってるじゃないですか。うん、ハヤシライスの語源教えてください。ハヤシライスの語源、まあ語源かどうかわからんけど、ハッシュドビーフって聞いたことあるよね。はい、ハッシュドビーフとハヤシライスってほぼ一緒で、うん、その牛肉を使った、牛肉を使ったデミグラスソースの、まあ、料理をハッシュドビーフって言ったりハヤシライスって言ったりする。今度調べときます。はい、はい、林さんが作ったからハヤシライスとは違うのかな。林さんが作ったからハヤシライスじゃないのかな。林さんが作ったからハヤシライスっていうわけではないということは断言できるんで、そんな簡単なことじゃなくて、それ真剣に思ったわけじゃないよね。いや結構真剣に思った。本当、ちょっと料理を教える前に教えないといけないことがいろいろあるね。なんなら店長が作った店長の名前つくようにできないかな。あ、まあそれはいいかもしれないね。うん、それはいいかもしれないけど、ボンゴライス、ボンゴライスみたいなのはいいかもしれないけど、まあそれはいいかもしれないけど、そのハヤシライスのハヤシはちょっとないな。ましてやそれを真剣に言ったってなったらもうなおのことないな。もうだからもうこの動画ももうないな。ってなっちゃうんで、林さんのライスではないです。はい、
あのハッシュドビーフとかね、デミグラスソースを使ったライスなんです。はい、はい、いいですか、一旦いいですか、これぐらいで。すいません、って言ってるふざけてる間にあのちゃんと炒まってきましたんで、これぐらい、あ、結構、これぐらい、結構茶色く飴色にあの周りがなってる。じゃあこれで一旦、玉ねぎをよけます。はい、はい、飴色になったからですね。飴色になったから、はい、よけます。はい、はい、いつよけるんですか。いや、いつよけるんですか、今でしょう。それは林ライスじゃなくて林修ね。いいですか。一旦避けます。みんな分かったかな。いや、林修も分かると、今でしょうが分かると思う、うん、はい、分かると思う。皆さん今あげてくださいよ。今あげてください。今です。今でしょう、今でしょう、ね、あげました。いいですか。満足です。今あげてくださいよ。あげましたかね。いいですか。はい、続きますよ。で、ここから、肉を炒めます。今回は牛の細切れ肉を、160g、はい、2人前でね。これにあのレシピ外で一つまみお塩をあのかけます。はい、もう、まあ、肉自体に味をつける感じ、はい、で、炒めます、まあ、これはもう軽く炒めてあの火が入ればいいんで、はい、まあ、中火で肉が炒まるぐらいに炒めてもらう。これはもう多分そんなに難しくないっていうか、まあ難しいと言いようがないぐらい簡単と思うんで、うん、まあ、肉を普通にただ炒めるだけということなんで、これはまあ苦手も得意もないよね。はい、それはできる。で、なんかまあ豚肉でもできるけど、牛肉の方が油の旨味が出やすいんで、うん、どっちかっていうと牛肉を使ってもらった方が、レストランの味には近づきやすいと思うんで、はい、軽く塩をした状態で肉をこう炒めてもらう、はい、でこの時点でちょっと今こう赤みがちょっと残ってたりするけど、はい、そのちょっと一つ気をつけてほしいポイントとしては、あんまりここで炒めすぎない。はー、そうすると肉が硬くなるんで、あのどちみちデミグラスソースを入れて煮込むから、後で、うん、これぐらいちょっと、まあ、赤みがあってもどちみち火が入るんで、この状態でいいです。で、この状態で、玉ねぎ戻します。あ、戻すんですね。戻します。で、ここに市販のこのハインズのデミグラスソースを一缶入れます、はい、全然落ちない。はい、もう一缶丸々入れます。豪快。混ぜ合わせていくんですけど、ここでデミグラスソースを入れたら一回火を止めてください。はい、一回火を止めてここに調味料を合わせていきます。はい、今回ちょっとめちゃくちゃいい香り、うん、いい香り、そう、これがもっといい香りになるんで、今回ちょっと調味料が多いんで、これをちゃんとあの用意することだけしっかりあの準備してくれたらいいかなと思います。まず焼肉のタレ、焼肉のタレ、はい、大さじ1杯で、みりん大さじ2杯、はい、で、ウスターソース、はい、小さじ1杯、お醤油、小さじ1杯、すりおろしのニンニク、これが、同じく小さじ1杯、はい、そして、トマトピューレ、トマトソースとかもあるけど、トマトソースってやっぱちょっと汎用性、他の料理に使うあのバリエーションがちょっと難しかったりするし、あの日持ちもどれぐらいするかがちょっとなかなか分かりにくいんで、トマトピューレだったらあの日持ちも長いし、他の料理にも使いやすいんで、今回トマトピューレを、はい、大さじ1杯入れます、はい、で、改めて火をつけてこれを煮詰めていきます、はい、で、ここで今入れた調味料がより
混ざりやすくなるようにお水 100cc 入れます。はい、でこれで慣らしてね、もうハヤシライス、ザハヤシライスになってる。ハヤシオサムライスですね。ハヤシ、いやいや、ハヤシライスね。ハヤシオサムはハヤシオサムね。これはハヤシライス。ちょっと分かった。ハヤシオサムはハヤシオサム。ハヤシライスはハヤシライス。これはハヤシライス。うん。いや、これ結構いいな。で、味見をしてもらって、味を整えて、で、この状態で、約2分煮詰めます。そうすると味がもっと凝縮して、はい、本当にこうレストランで食べるような林おさむになるんで、ああごめん、林ライスになるんで、あと2分、煮詰めてください。ということで2分待ってみましょう。はい。はい、今ちょうど煮詰め出して2分経ったところで、ここでまあ、完成なんですけど、ちょっとね、ここで。うん。もう本当に、市販のソースを使ったのは嘘みたいに、な味にはなってるんで、ちょっとこれ盛り付けて、実食してみましょう。でも実際なんかルーでハヤシライス作るときって、うん、結構時間かかるじゃないですか。そう、カレーライス作るときみたいに。そう、結局そのじゃがいもを茹でたり人参茹でたり、うん、いろんな具材を使うとやっぱりそれを買ってきて下処理して入れるっていうやっぱ手間がどうしてもかかるんで、うん、確かにいろんな具材を入れた方がいろんな具材のうまみがついて美味しいっていうことにもなるけど、今回ウスターソースとか焼肉のタレとか調味料でそこを代用して、もう玉ねぎのうまみと牛肉のご褒美のこの2つで最高に美味しい味ができてるんで、まあ、これを試してもらうとすごい簡単。いや、簡単すぎました。そうそう、だってちょっとボケてたらもう終わってたもん。そうそう、ボケてる間にできたみたいな感じよね。だからまあみんなもボケながらやってもらったら全然できるかなと思うんで、はい、ただまあ味はもう本当にね保証するぐらい美味しいんで、実際食べてみましょう。だいたいこれで2人前できてるんで、今回この1人前かけましょうかね。はい、相当贅沢やん。これどうですか、これ。美味しそう。美味しそう。ほら、ご褒美ハヤシライス。ご褒美ハヤシライス、玉ねぎと牛肉だけなんでね。はい、食べるの楽しみですね。これはね、本当にびっくりするぐらい美味しいと思うんで、ちょっと試してほしいなと思います。ということで今回の、ハヤシライスいかがだったでしょうか。市販のね、今回はハインツかな、ハインツのデミグラスソースを使って、もう本当にレストランで出てくるハヤシライスと全く遜色ないぐらい自信を持ってお届けしているような動画なんで、ぜひ今回の動画を見てチャレンジしてほしいなと思います。というように、このチャンネルではちょっとした料理のコツ、プロの技をお伝えしてますので、ぜひチャンネル登録といいねボタン、またコメントいただけると励みになりますので、重ねてお願いしたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあせっかくなんでね、皆ちゃんも食べてもらって、はい、カメラマンもいただけることになりました。いただけることになったっていうか、毎回いただきようけどね。あ、そうなんです、実は。はい、どうぞ。はい、はい、ちょっと、まあ、ぜひ食べてください。いただきます。がっつり入っとる。いただきます。どう？がっつり入っとる。美味しいやろ。これ今作ったやつですか？今作ったやつ。これすごいっす。美味しいやろ。めっちゃ映っとる。美味しい。これ、うん、自宅で作れるんですか？これ自宅で作れる。だってさっき調味料、さっき言った調味料ぐらいあるやろ、家。はい、あります。どっか作れる。すっごいですよ。うん、え？お店で食べる味です。いつもそうですけど。そうやろ。でこれならだって醤油とかみりんとか
まあ、焼肉のタレとか大体家にあるはずなんで、でも例えばみなちゃんが今日帰ってからでも全然作れると、あのデミグラスソース買えばね、うん、え、じゃあみなちゃんいつ作る？今でしょ。バイバイ。